キャンプで持っていくんだらこのハンディソー。理由はですね、薪作る時に結構山の中入ってく時とかあると思いますし、もともとある薪を細かくすることもあると思います。まあ、ハンディソーこれ 10.8V です。この幅でもこの幅でも十分足りますし、2日3日のキャンプでは十分な効果を発揮することができます。何より 18V よりも軽いです。最終的に自立するので手軽に焚き火のお供に使うことができます。